皆さんこんにちは、こじこじです。今回はこちらキリンメッツレモン、僕が飲んで皆さんに紹介したいと思います。こちらキリンメッツシリーズはガツンと強炭酸というねテーマをもとに発売されているシリーズで、新たにこちらレモン味が登場しました。レモン味登場とね同時に、今まで発売されていたグレープフルーツ味も一新リニューアルされたということです。パッケージもフルーティーな味わいと強炭酸をねイメージした爽やかなパッケージになっているということです。どうでしょう。そんな感じしますね。こう夏っぽいねデザインだと思います。でこちら人工甘味料など使われていないね、中味を味わってほしいということらしくね、はい、人工甘味料、はい、使われていませんね。加糖、ブドウ糖、液と砂糖がね使われているということです。では早速ね飲んでいきたいと思います。今回もいつものようにグラスに開けて炭酸具合、色合いなどをお伝えしたいと思います。じゃあまず開けていきたいと思います。炭酸具合どんな感じですかね。あ、結構シュッと感じですね。じゃあ、ついていきます。そんなにシュワーとは言わない感じですね。香りは、レモンのね、爽やかな香りがします。こうレモンの匂い嗅ぐとね、こうちょっと口の中ね、ゆだれたまってきちゃう感じです。では、いただきます。炭酸強めで、それでいてレモンの爽やかなね味がいいですね。口の中がね爽やかな感じで、お茶や水とは違ったねこう口がすっきりした感じになる、味ですね。いいです。とっても美味しいですね。ということで今回こちらキリンメッツレモン、僕が飲んで紹介してきました。ガツンと強炭酸ということだけあってね、はい、すごい炭酸が効いていて、またねレモンの爽やかな味が口をねさっぱりさせてくれる感じがします。こちらのキリンメッツレモン、ハンバーガーとかねお肉系の料理にねこう合うと思います。食べた後に飲むとねさっとね爽やかな感じで美味しくいただけるんじゃないかと思います。これからねだんだんあったかくなるということで、僕個人的にはねちょっとダイエットなんかをしていてね、こうランニング、週にね3日ぐらいしているんですけども、2ヶ月ぐらい続けてるのかな、なぜかね体重は増えるんですけども、筋肉になるから体重増えるのはいいんですけども、体脂肪率もね増えてしまって、なんでかなといった感じです。普通ね走ると体重は筋肉になるから増えるんですけども、体脂肪率は下がるはずなんですけども、なぜか増えてしまっています。夜な夜なね YouTube の動画のね編集をしていて、編集終わった後にね自分にご褒美ということでね、お菓子とか食べちゃってるのでね、それがいけないのかなっていう感じもするんですけども、やっぱりね動画とか編集した後ね疲れるんですよ。疲れた後にね食べるお菓子本当に美味しい、ちょっとやめられそうにありません。ということで今回の紹介は以上です。皆さんもこちらキリンメッツレモン見かけたら飲んでみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。